ミュージカル「君はいい人」チャーリーブラウンに出演します。シュローダー役の上原拓也です。まさか、えー、自分の今のこの年齢で、えー、このとても愛らしい世界に、えー、携われる日が来るなんて夢にも思ってなかったので、えー、とてもあの嬉しく思いました。はい。まあシアタークリエという劇場で、あのたった キャスト6人だけで、えー、お客様にお届けするということで、まあ、僕自身もこんなこと初めてなので、あのー、すごくドキドキするんですけども決して簡単なことではないと思うんですけども、えー、エネルギッシュにパワフルに明るくお届けできたらいいなと思っています。えー、シュローダーは、えー、音楽家ベートーベンをこよなく、えー、愛するキャラクターでして。 まああの僕自身もあの幼少期の頃からすごく音楽が大好きでして今日まで至ってるんですけども本当にこのお仕事を始めたきっかけも,もう音楽が大好きでダンスを始めてとかであのもうずっと子どもの頃から聴いてきたので唯一そういった共通点も見つけられてあのとても嬉しく思いました。 シュローダーはですね、それぐらい音楽が好きで、あのルーシーの求愛なんかも、えー、気づかないほど夢中に夢中になっておもちゃのピアノで遊んでいたりするところがとても可愛らしいなと思っています。はい。冒頭の方であのとてもこう可愛らしい世界観ということを言ったんですけど、このやっぱピーナッツの魅力的だなと思う部分は、なんかその 僕たちの,その演じるキャラクターが子どもの子どもで実際にもちろん純粋でまっすぐでとてもこう可愛らしいという部分がまあ基本的にたくさんあるんですけども言葉だったりその行動がうん,なんかこう子どもだからいわゆるシンプルな言葉だったりするのが大人の自分とかがこうハッとする瞬間だったり改めてこう。 人生において大切なことだったり、というものに気づかされる瞬間が多々ある。これがなんかすごい。その可愛らしい部分とちょっとこう。哲学的まさに哲学的要素が絶妙なバランスであるのが、ピーナッツの魅力だなっていうのを個人的には感じています。はい、まずはとにかく、もう楽曲がもうどれも。 とっても可愛くてもう聞いていて歌っていてもあのすごくこう明るい気持ちになるので絶対にこう皆さんにもあの楽しんでいただけると思いますもう見終わったあとはとてもこう朗らかな気持ちだったりあ,のあったかい気持ちになると思いますので、えー、ぜひ楽しみにしていてください「えー、君はいい人チャーリー・ブラウン」ぜひご覧ください